するファイナルランニングパート1シングルマッチ30分一本勝負キャンディー Okutsu。 ブラボーな188番のダイナマイト関西ダイナマイト試合を試合が始まりました。ハンディオフス引退へ向けてのファイナルランニングパート1、その相手はこのダイナマイト関西です。思い切り飛んできましたハンディオフス。まあしかし山本さん、はい、つくづくこのハンディが引退するなんていうのはね、惜しいですよね。まあ腰のね持病ということもあるんですけれども、そうですね、まあ決めてしまったことですが、これはもう思いっきりね、あのカウントダウン一戦一戦大事に戦ってほしいですね。悔いのないようなので試合をしてほしい。本当にそうですね、はい、浅草キッドのお二方はこのキャンディーオクスはどう見てますか。はいはい、キャンディー選手見るとね、やっぱヤマハブラザーズ思い出しますよね。小手さんがね、やっぱ小さい体でもどんどん持っていくじゃないですか。そうですね、うん、空中ファイトもあるし、本当引退するのは残念ですね。まあ8月に引退するわけですから、もうほとんど試合がね、あとはもう数えるばかりということになってしまいましたね。オクスのですね、あのロープを使うね、ロープワークがですね、本当にね、まあ女子プロ、あの男の、ね、選手を見ても大の指に入りますね。その前ね、やっぱり、ね、その使い方うまいんですよ。そこは注目しよう。後ろからスリーパーです、ダイナマイト関西。まあ関西もですね、このファイナルランニングということで、もう自分のこう全身全霊を込めてキャンディーを叩きに行くでしょうね。それがまあ礼儀だということ で、ね、はい、かなり激しい試合にこれから展開していくでしょう。これはロープです。ダイナマイト関西、夏のニューコスチューム、これを引っ込みまして、もうプラグスーツですよね、完全に。本当にそうですね、さあロープにキャンディーを絡めて、あーと痛めている腰を一発蹴り落としになりました。さあそしてどうするのか、ここでキックを出します。放送席の目の前、三発目。いやー、玉袋さんどうですか今のキック。容赦しない先輩ですね。ですね、まあ、これがあの格闘技の礼儀ではありますけどもね、エルボーを強烈に落としていきました。さあ今度はまた後ろからスイーパーです。ぐーっと締め上げていきます。まあピュアハートというあの JWP ですけれども、この辺はね、そのファイトスタイルというのはもうストロングですよね。そうですね、まあ引退にする理由っていうのはね、腰痛っていうことなんですからね。そうなんですよね、にもかかわらずですからね、まあその辺あの痛めてるところを攻め込んでいくのは、あの小手さん勝負の鉄則でありまして、そうですね、その辺はね、あの戦う上ではしょうがないところですけれども、はい、リングは悪い状ですね、もう痛めつけられてるところ、痛いところ、はい、攻められてもしょうがないしですね。それにあのキャンディーのことを言いますと、その腰は毎度毎度やられてるわけですからね、はい、ですからね、絶対感じしないんですよ。これで例えば1年間休養するでしょう、はい、休養してまたカムバックしてもですね、絶対何試合かやってると出てきますね。あ、そういう職業ですよ。そうでしょうね、もう殴られたりなんかする職業ですからね、はい、これはもう例えばあの、オフィスガールになったら別ですけどね、そうじゃない限りはですね、絶対もう治りませんね。とにかくですね、すごいんですよ。今日はどうですかと、今日はちょっとマシですと、マシです、はいはい、いいですっていうのはあんまりないですよね。ほとんど聞いたことないです。ちなみに僕もヘルニアなんですよ。あ、そうですか。でもザ・ガンバルマンとかっていうのは全部引退しましたね、やっぱり。そうですか、じゃあよく気持ちが分かるわけですね。分かりますよ、もう痛さが、僕もよくその痛めてるとこ攻撃します、ね、そうですか、高さの、おし、さあ今度は放送席が逆サイド引っ張り上げまして、ダイナマイト関西が四方のお客さんにこのキャンディーの、まあ、最後の姿をお披露目ということもありまして、また例によってフロントサイドからのキックの異様です。ドンという音が聞こえます、響きます。横浜文化体育館ガクッと前に折れ込みましたキャンディーオクス。さあ今度はどうしようというんでしょうか、サソリ固めのようです。関西選手のキックはこの鈍い音がもう、
いかにも効いているという感じでこう奥さんにアピールしてくれます。まあ、先ほどアピールと言いますとこういったアピールの仕方も小手さんありますね。そういえばね、そうですね、もう音だけでアピールしてしまうという、はい、なかなかこのウスのような体重は動かせるもんではありませんが、関西のですね、蹴りはですね、ええ、男子のレスラーに言うと結構効きますよ。あ、重みありますしね。はい、関西のキックというのは、まあ、男性とはだいぶパワー違いますが、違います、はい、割とあのパワーのことを抜いたらいい線いけますね。やはり本の指に入るとか、はい、そういう感じになりますか。はい、あ、ずっときます。関西をじりじりっとではありますがずっといきます。下になってカンディオクス、これでも、クスはですね、腰がしびれてしまってという感じですね。はい、腰を集中して狙いますね、本当に。あのコルセット状のものを、ね、いつも欠かせないということで、多分コスチュームの下に今日もつけてると思います。エスケープ、関西選手全身につけてるような気がしますすごいプロテクターですね、それはね。さあ場外に、お、関西自ら場外に持っていくとは珍しいパターンになってきていますが、さあこれも一体でございます。なんと痛めている、腰を鉄探りを思いっきり叩きつけました。もう驚き顔のびっくり仰天のさっきさっきとのパ関西の迫力は顔激しさを増していきます。エルボーが弾き返されます。さあこれからどうしようというのか。おお、ここでスープレックスか。低い低いスープレックス、これは小鉄さん腰にはたまりませんね。そうですね、腰へのフルコースです。鉄柵が来ました、キックが来るは今スープレックス。いやー、硬いマットの上で取りにくいんですよね。いや、今逃げて腰痛めちゃいました大丈夫ですか今すいません、赤さん思わず引いてますね今。はい、頑張れ頑張れ。あーっと立ち上がれるか。痛い、引退への洗礼といいますか、鼻向けになっています。今もう会場中シーンと静まり返っています。水を打ったような感じになっています。ダイナマイト選手は雷親父ですね、もうね本当にもう厳しいな、ものすごい雷親父。終わったらね、普段はあったかい人なんですよ。実家お好み焼き屋さんですよね。あ、そう、よくご存知ですね、やはり。さあ今度はがっちりと組んでいきます。パワーでは1枚も2枚も上回っています。ダイナマイト関西、多いかぶさりがぶってしまう。さあコーナーに入りました。おーっと、ミドルカーハイエのちょうど中間のあたり、首の下あたりにこのキックをぶち込んでいきますが、さあ今度は岸田氏のラリアットです。すごい一方的な試合ですね。ここまでは一方的になってきています。牙城を崩すってどうすればいいんでしょうね。その辺はちょっと小手さんに、そうですね、やっぱりね、あの関西は、ね、スピードもありますからね。これ一発ぐらいで効かないわけですね、はい、今ちょっと斜めになって透かされた感じになりましたからね、はい、さあ今度このミサイルは、このミサイルもうまく力を伸ばしています。さあこのバック取られましたけれども、あ、フライングバックがありました。判定してカバーに入りましたが、これはダメです。この辺りはちょっとだいぶ効き目がないような感じです。関西が相手の技をこうもらって受ける姿というのもなかなか絵になります。この叱咤激励というのはキャンディーへの、まあ、なんかメッセージなんでしょう。キャンディーもそれに応えていきますが、うわーっと、いきなりの至近距離からラリアット、これは返します。8月の17日後楽園ホール夜の部で、まあ引退をするわけですが、キャンディーオクス、もう数えるほどのカウントダウン試合数になってきています。キックを払ったんですが自分の方が落下してしまいました。さあ今度はどうするか、もう一発いきます。おーと、エプロンからそれから場外に行きました。さあキャンディー飛ぶことができるか。ちょっと腰のダメージが飛ぶには重たいか。いや飛べそうだ。さあキャンディーが飛びます。三角飛びから、さあパンチャーが飛びました。見事にヒットしました。なだれを打ってダウンしていきました。ダイナマイト関西立ち上がることができるか。
かこれ小手さん、今日もだいぶ腰に来てるようですね、はい、来てますですからね、いつものですね、ロープ上がっていくのは差がないですね、はい、もっとスピードがあるわけですね、はい、だいぶ先に腰にダメージを受けてしまったようです。スワンダイブ式のトップランチャーです。もう一発いきました。ダイナマイト関西もあダイナマイトどっか打ちましたか、首のあたりでしょうか、大丈夫でしょう、動きが一瞬止まりました。場外です。さあどうするつもりでしょうか、場外でしばらく関西の動きを止めたい感じ。関西が飛んできました。あーと関西の表情変わった。ラリアットを壊した。ジャーマンです。今ちょっと床が来ましたね、浅草キッドさん戻ってきましたね。ダイナマイト来ましたね。来ました。押し切ったなーと、いやー今床から振動が伝わってきます。マット欲しいでしょ、モレに効くんですね。あーあーともう一発いきました。ゴツッと、いやダイナマイトどん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 と本当にもう今生音ですよ、響きがですよね。いやー今頭をもしかしたら打ってるようです。ああ起き上がることができません。流れは変わりましたね。そうですね、この間にキャンディーも休むことができます。あのレスラーの回復力というのは恐ろしく早いですからね、急速に回復します。今あの関西がですね、下で押してました、大隅あの首もんでましたね、本来はあの触ってはいけないわけです選手、はい、おーそば飛びしました。ノーリンそばとから燃えました。ノーリンそばと、さあこれカバーに行きました。カットワンツーです。一は受けてはいますが、ダイナマイト関西この辺でホールというのはなかなか難しいものがあります。さあロープに飛ばします。戻って、いやー戻ってこない。低いキック、低空の至近距離からのキックから足を固めていきました。これは小手さんどういう4の字ですね、変形したもんですね、リバースから入ったような感じですね、変形ですね、はい、これね横からといいましょうか、斜め前方から入っています。キャンディーオフ、あーダイナマイト関西うめき声を上げていきますが、この辺はお二人もそうよく小さい頃プロレスでね遊んだりしたと思いますけれども、4の字というのはもう悶絶するぐらい痛いですよね、返し返されね、やったもんですよ、これはなんと届きますか。関西が苦痛の表情です。ようやくロープブレイクになります。こういう技ができたらですね、効果あるでしょうね、はい、12分が経過しています。ここから崩していくんですかね、やっぱり、ね、そうですね、今足場で攻めてますね、チャンスですね。痛めたところその集中攻撃っていうのはね確かにいいかもしれませんね、はい、まあ象の足を狙っていくような感じで今関西が崩れ落ちていますが、さあ後ろからミサイルが、いやーここは超狙ったんですけども、ダイビングボディアタックは膝が待っておりました。いや足の先だったか、さあキャンディア、キャンディアなんだ、あーっと雄たけびを上げたところに容赦のないラリアットが飛んでまいりました。ファイナルランニングですが、ランニングできずにコムラは止まってしまうのか。キャンディーオクス、関西のラリアットってのは反戦級ですね。あ倒れ方が強いですね、直角に倒れますね。そうですよね、受けた相手がひっくりを1回転してしまうこともありますよ、ね、さあキャンディーのスタンダップを待ちます。オックスコールが上がってまいりました。場内のオックスコールに応えましてキャンディーオックスが、さあようやく痛みをこらえて立ち上がりました。うわ、さあこのままカバーします。カウントは、よしカウントは2です、カウントは2です、よく返しました。さあとフィニッシュのサインが出ました。ダイナマイト関西、これが出ますとですねスプラッシュマウンテン、うわさあまずは肩に掲げ上げまして、おーっとっとっとバランスを崩しました。ロープの向こう側エプロンサイドから、さあスワンダイブ、トミサイルだ。こういうことが山本さんできるわけですからね。そうですね、鈴子しい、さあこの辺から突破口を見なしたいところです。ジャーマン
さあさん体重があります。低いジャーマンになりましたが、先ほど場外でも見せましたジャーマンをもう一発いきます。ローリングして連結していきます。ローリングジャーマン、さあもう一発いきますか。だいぶ腰にも負担が来ると思いますが、ここでカウントは2です。カウントは2になりました。まもなく手元の時計で15分になろうという長い試合になってきました。まあ、こちらチャンスですね。はい、さあ、こちらこれからどうするか。休まれて攻めなきゃいけないですね。さあ、苦しいでしょうが、ここは攻めていく。ああ、ストマットは弾き落とされた。バックドロップ、すごい落とし方。強烈な、いつものようにひねりを加えたバックドロップで、おっと、よしよし、まだブリッジでいきました。すごい落とし方してなかなか急降下。これはフィニッシュへのフルコースです。まずはバックドロップで相手の動きを止めておいて、さあもう一度、あ、もう一発いきます。強烈に打ち付けられました。これはどうでしょう。よし、もうマットにめり込むかってそんな感じですよね。これが最後の一発や。さあこれが最後、もう一発ドロップ、バックドロップか、あるいはスプラッシュ、スプラッシュか。さあどうするか。まずはバックドロップだ。これで終わりか、これで終わりかもしれない。カウント入ります。いや、わずかに上がりました。こらえます。おっと、関西はどうするのか。これはまさに珍しいですね。関西自ら行きましたね。何やね、関西自らトップローブ、ニュードロップですかね。ダウンしてる。ダウンです。ダウンしています。ダウンを入れています。あー、オークスが先ほどの急降下のバックドロップでダウンをしました。立ち上がることができるか。これはかなりのダメージを受けた。頑張れ頑張れ。あー、目が映ろうです。このまま立ち上がることができるのか。あーそう、あーっと、かろうじてファイティングポーズ、かろうじてファイティングポーズ。うわー、ぐらついています。戦えるか。阿部さん、これはかなり危ない状態かもしれませんね。そうですね、あの関西はですね、相手がファイトボタンって攻めていかなきゃいけないですね。ミスはいけません。それが勝負ですから。さあ、山本哲さんの勝負への厳しさ、その辺はおそらく伝えているところでしょう。山本さんの教え子でもあります、ダイナマイト関西、山本哲の厳しさを教わったダイナマイト関西としました。もう一度そうです、行くでしょう、容赦なく行くでしょう。スプラッシュマウンテンホールドだ。まずはハイダックバックブリーカーの体勢から、これで決まりでしょう。引退への花道、スプラッシュマウンテンホールド、これが勝負の厳しさです。17分15秒。いい先輩だ、いい先輩持った。まあ、小鉄さんはですね、はい、最後、まあ、戦っている一番最後にね、厳しさを見せなきゃダメだというね、そうですね、コメントありましたけれども、まあ、戦っている以上はですね、はい、一段階、まあ、これ終わってはですね、はい、これはいいですよ、はい、はい、